はい、和紙院下町探偵団源さんです。今日は清澄庭園に来てるのだ。清澄庭園、雨の清澄庭園、なんで雨の日なんかに来るかねみたいな感じだけど、実は雨だからこそ来たっていう感じなのだ。まあ理由は2つ。まあおいおいじゃなくていいか、すぐしゃべっちゃって、まあ人が少ないね、まずね。あ、第一観光客発見。それと清澄庭園ね、まあ梅雨も始まったらしいんで、雨だからこそ的な理由がもう一つ、はい、見えてきましたね。これです。まずこれね、わしセッタだからいつもね滑るんだよねまあそういう意味じゃ嬉しくないんだけど、この石、見事なでかい石でしょう。この石をねちょっと見てください。まあ見たからどうってこともないと思うけど、他にもさ、まあ今の石は確かにすごいけど、こういう石とかね見ていただいて、ここはちょっとした島になってる。で、石がたくさん。ちょうど今の時期はアジサイもね見頃だよね。なぜ石石行ってるかというと、ここは完璧に島だね。清澄庭園来たら何を見ますか皆さん。綺麗な庭園風景、まあそれもありなんだけど、一番見ていただきたいものは石なんです。この庭園は昔江戸時代になる前かな、なんかある武将の、わ、ここ滑りそう、お屋敷があって、大丈夫か、戻るか、よいしょ。この石も一生懸命いい石なのかな。よいしょよいしょよいしょ。江戸時代より前になる武将じゃなくて、お金持ちの人、なんだ豪族、まあなんか庭園とか庭かなんかだったんだよね、その人のところ。で、それから、いろんな人に移り渡って、最終的には都の、庭園に、都立庭園かになるんだけど、それまでまあいろんな人に手渡って、三井家の、綺麗だねこうね、本当でも三井家の誰だっけ、三井家の偉い人忘れた、ちょっと後で思い出した理由この人の手に渡った時に、まあ、彼はお金持ちだから、いろんなね、日本から、この石もねいいね、いろんな奇跡、巨岩、名石、まあ、いろんな石を集めたわけだよ。でもこういうのもそうなんだろうな、ちゃんと名前書いてあるもんね。で、そういう石を集めて庭園内のいろんなとこに陳列したわけだから、ここの石、あの庭園っていうのは石を見ていただきたい、そういう庭園なのだ。
でね、雨降ると色っていうかな、顔色が変わるのよ。こうちょっと雨で濡れてデカデカっとしたりね、そうすると普段の清澄庭園ではない顔色を見せてくれるということで、確かに雨の日はね、なんかね、ちょっと違うような気がしてるだけかな、まあ、こういうのもそうだろうね、違うような感じに見えちゃったりするのだ。伊豆磯石って書いてあるね、伊豆から集めたんだね。でこっちちょっと中庭になってんだけど、まあ、中庭がどうすか、後で行くか先に行くか、まあいいか。なんか本当にね、いろんな人が持ってたっていう説があって、紀伊国屋文左衛門がここを所有してたって説も一時期あったんだけど、多分それは嘘だね。一時期この庭園の管理事務所でも持ってたかもしれないとか、持ってたとは言わなかったかもしれないな、持ってたかもしれないみたいなことは言ってたらしいんだけど、まあそういう説もあったってだけで、多分紀伊国屋文左衛門はここの所有者になってないと思う。料亭、さっきからチラチラって見えてるけど、このね、なんていうんだろうね、これ島じゃないんだよね、浮島じゃないんだけど、ちょっと張り出してて、向こう側から見るといい感じの、なんていうの、お屋敷ってのかな、みたいに見えるでしょ。ここね、実はね、借りられるのだ。場所何度かここで宴会的なことやってるのだ。今はちょっとやっぱコロナが収束したばっかで、庭園には入れるけど、料亭には入れないみたいだね。でも雨降るとさ、緑もさ、ちょうどこう色鮮やかになっていい感じだよね。あ、なんかやってるかな、大正館。隣の清澄公園を説明した時に話したと思うけど、ここ話してないか、ここと隣の清澄公園でもともと一つの大きな庭園だった。でそこをに洋館と日本館があったんだけど、関東大震災違うか、太平洋戦争か、でなんか両方ともほとんど壊滅になってまた建て直したのが、こっち側の大正館で、清澄公園の方は別に、まあ、何も言わないよね。でもあそこはちょっとした集会場みたいになってて、なんだろうな、いろんなイベントとか発表会とかいろいろあそこでやってる、そういう目的地で、これ柵があるから入っちゃいけないんだろうな。まあいいや、この料亭ね、まあ見えると思うけど、縁側なんかあってあそこら辺に佇んでお酒でも飲むとね、いい感じでね。ここ一応ここは史跡だから、あんま火気厳禁なんで、中でタバコ吸ったり鍋物とかできないんだけど、ケータリングでサービス提供してくれるんで、そういうのを食べつつお酒飲んでっていうことはね、できる。でそういう感じで中入っても静かでいいし、ちょっとさっき言ったようにちょっと酔いざましに縁側に出て、なんとなくぼーっと周り見ながら、お酒飲んでみるのもいいっていう感じなのだ。ただ真っ暗です。夜は照明つきません、つかないので、縁側から外ぼーっと見ても何も見えないですというか、基本的に夜になると閉まるんだけど、裏口だけ開くのよ。で裏口をね、なんか提灯かなんか持って、ここ前宴会会場だからね、ここまで来るんだけど、これがなんかねちょっと渋いね。なんか袖提灯っていうの、ちょっと長っぽい提灯だったり、丸い提灯なんかだったりするんだけど、そういうの持ってね、こう誰もいないね庭園の中をね、まあ提灯なんて本当真っ暗で見えないからね、あ、明かりを照らしながらここまで来るってのはちょっとね風情があっていいよ。
まあ、でもここでなんだろうな、宴会ができるってこと自体は、まああんま知ってる人も、まあ町の人はみんな知ってるんだけどね、知ってる人も少ないから、一回ぐらいやってみるのもいいかもしれないね。うん、さて、これもなんか有名な人だね、きっとね。でも、伊予、伊予の青い知ってんだ。伊予ってことはどこだ？伊予ってどこだっけ？何県だっけ？忘れた。これ、何見えますか？まあ、日本全国、なんか、宗教的な、なんか、崇めるとか、それから、宗教の、偶像的な対象になるもんってのは、やっぱ富士山でしょ？うん。富士山。まあ、富士講とか、富士山に見立てた石を、富士山代わりに崇拝したりとかお参りしたりっていうのは、ここら辺でもたくさんそういう富士塚みたいなのあるんだけど、まあこれも典型的な富士塚の一種だろうね。ここに誰か崇拝に来たりしたのかな。基本都立庭園になる前は個人宅というか個人の所有物だから、ここに外から来るっていうのはちょっとなかったかもしれないけどね。うん、まあそんな感じなのだ。あら、結構時間経ったね。雨の中わざわざ来たしね、2本立てにするか。まだ見どころあるんで、今回はこの辺で終わって、引き続きパート2いきます。じゃあ今日はってか2本撮りだから、もう1本今日も撮るんだけど、今回はこの辺で、これでいいのだ。